エサ市港は北海道檜山郡エサ市町にある港湾。港湾管理者はエサ市町。港湾法上の地方港湾に指定されている。エサ市港は小島半島の西部に位置しており、日本海に面している。前面に鴨モ島があり、天然の良港として江戸地の交易の拠点になっていた。現在は砂、砂利や石材の積み出し港。 離島の奥尻島とのフェリー発着地、外来漁船の水揚げ港になっている。また、北海道内発の公共マリーナとなった、エサシ港マリーナは1989年に、第44回国民体育大会ヨット競技の会場として使用したほか、毎年9月には、エサシカップヨットレースを開催している。エサシ港マリーナに隣接して、海洋丸星少年センターが立地しており、 復元した軍艦、平木高丸は、記念館になっているなど、レジャーや観光としても利用している。市街地に隣接して、港湾施設用地があり、日山漁業協同組合の関連施設が立地している。ほか、国道228号沿いには、第1管区海上保安本部の、江差海上保安所、江差追い分け会館、江差し出し会館、江差町役場などが立地している。 外郭施設、経流施設、フェリー航路、餌市町中心部の空中写真撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。餌市港は天然の良港として古くから交通の拠点になっていた。1630年に、正木藩は福山、餌市、函館の3港に番所を設置し、 公益を支配した。当初の公益は、大見商人が独占的に支配する状態であったが、場所受け負い制が導入されると経営能力に長けた商人に生産を受け負わせるようになり、北前船が台頭した。こうして、江戸時代から明治の初期まで、江差港は、日の木安奈炉の産地、神の漁業基地、江戸地を代表する商業港として発展した。ありがとうございます。